はい、皆さんこんにちは。今日も撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、本日はですね、以前のね動画の終わり際にいたとも、多分伝えたと思うんですけど、クラブの方ちょっとやっていこうというふうに思ってます。で、クラブっていうのはどれだっていうところなんですけど、この左側ですね、画面左側のこの、僕出た富城ブルワーズっていうチーム名でやってるんですけど、ここでねちょっとクラブ戦やっていこうと思います。で、僕ねやったことがないので、もうクラブ戦がどんなもんかっていうのがちょっとよくわからないので、ちょっとやりながら試してみようというふうに思ってます。まあコメントでね、結構クラブ戦も楽しいですよと、はい、なんやったらもうクラブ戦しかやってないですっていうコメントも見られたんで、結構ね面白いコンテンツなのかなと思ってますんで、ちょっと早速ね見ていこうというふうに思ってます。じゃあ早速やっていきましょう。さあちょっとじゃあクラブ戦、やっていきましょうか。まあ、右側に今映ってたと思うんですけど、この右上のやつが、トークができるとこですね。このクラブメンバーとトークができるような形になってますね。よしよし、じゃあちょっと初めてのクラブ戦やってみましょうか。ちょっと右も左も分からんけどな。とりあえず今回球場はコロラドロッキーズの場所で多分やられてますね。よしよし、やってみましょうか。とりあえずやってみるんですけど、どんな感じなんかな。いわばチーム戦みたいな感じなんかな。あ、この無償ってやつを押せばいいのかな。とりあえず、あれ押されへんやん。あっちはピョンになったで。押されへん。どういうこと。ああ、なるほど。これか、これ押したらいいんか。これ押したらこのクラッチヒッターってやつがちょっとたまりますよってことですね、ゲージが。なるほどね。オッケーオッケー。で、右側でこうちょっとやり取りしながらってことなんですね。みんなと。クラブメンバーと一緒にって感じなんですね。よしよしよし、行きましょうか。今メンバーにはね、田中ミエセスさんって方が今一人いるんですけど、この方がめちゃめちゃ寄付してくれて、最強、まあ最強って言っていいのかな。選手としては結構粒揃いの強い人が集まってるんで、これ田中さんのおかげですね。マジで。で、こういった形でね、なんていうかな、シミュレーション形式で進んでいきますよって形ですね、試合が。で、タティスが三振したと。1点取っときたいな。オッケー。あ、これ犠牲フライ。オッケーオッケー、ナイスバッティング。よしよしよし。オッケーオッケー。で、この今、左のやつで、バッターを応援できますよと。応援したらなんか能力がちょっと上がるのかな。で、右側のこのイヤホン、なんだ、メガホンみたいなやつが、相手ピッチャーをちょっと攻撃しますよといった形ですね。はい、だからね、これ仲間内でみんなでやるって考えたらめちゃめちゃ楽しいと思うんですよ、僕これ。はい、なんか全員でね、このなんか知り合いでもいいじゃないですか。その知り合い同士でクラブ戦作って他のクラブと戦うと、これめちゃめちゃおもろいと思いますね。 OKOK、 よしよしよし。このクラッチヒッターってやつがたまるまではシミュレーションでずっと続いていくって形なんですね。よしよし、クラッチヒッターがたまりましたね。今めちゃめちゃ今光ってますよね。じゃあこれバッターできるってことですね、僕。OKOK、 ナイスナイスナイス、ナイス。よし、じゃあ僕バッターできますね。やりましょうか。よしよし、さあ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 、見とってください。クラブ戦初打席、バッター向き、向きでっつか、あんま得意じゃないけど、見せましょうか、俺のバッティングっていうのを。あ、危ない。やっぱね、ここはね、やっぱリーダーがね、見せしめというか、見せるんでね、こういう時は。やっぱ、背中でついていく的なリーダーを見せんといけんからね。行きましょう。何が背中で語るやアホンだらって感じやろな、ほんま。で、今同じクラブメンバーの人がバッターやってますね、田中さん。おお、ナイスバッティング、ヒット打った。ほら、いやー、田中さん一人での得点や、これ。ヒット打って盗塁してって感じやからね、田中さん。いや、すごいな、なんかめっちゃリーダー迷惑かけてるやん、僕。名前ちょっとチーム田中アーズにした方がいいんじゃない、これ。さあ行きましょう。あ、ほら、やっぱ田中さんが流れ作ってくれたからや。ほらほらほら、
ああ、ほらほらほら、これ田中さんが打ってくれたからやね。いやー、俺リーダー交代やな。ちょっとまずいな。威厳示さなまずいよね、マジで。こうやってなんかね、文字にできるっていいっすね。この関係性というか、今のやらかしたとか、ナイスバッティーンとかね、なんかものすごいチームワーク出ますよね、ほんま。さあ、あ、今度、豚骨太郎さんのバッターですね。いやー、どんなもんなんやろな。なんか俺、逆に打たんとってほしいな。俺だけ打ってへんから。いや、えぐ、マジか。え、俺だけ今恥ずかしい人なってない？いやー、やばいメンバー入ってきたな。田中さんといい、豚骨太郎さんといい。今俺リーダーとしての威厳ないよ、全然。ちょっと僕そろそろクラッチヒッターがたまるので、まあちょっとね、まあリーダーとしてのあれ見せときましょうか。もうこの大事な場面で打ちますって。さあ行きましょう、ハリス。もうドカン打ったらドカンと。リーダーの威厳や。おお、オッケーオッケー。危ない危ない。俺もうクビになるとこやったわ、ほんま。あぶねえ。すいません。いやもう助けられてるわ、俺。ほんとクラブの人に。ほーら、打った、田中さん。いや、やばいなぁ。なんか僕だけ置いてけぼりになってますもん、本当に。ほらほら。いや、本当に優しいですよね、これ見てください。このクラ、僕の、もう本当、田中さんと豚骨太郎さんはね、僕が何しても見てください、これ。セーフなん大丈夫ですよとか、繋いでくれたおかげですよと。もういいメンバーやわ、マジで。初日にして友情生まれてますもん。これはいいコンテンツやね。絡めるいい機会やわ、本当にマジで。視聴者さんと本当に、いや嬉しいなマジで。これちなみにピッチャーはやっぱできないんですね。なるほど、オッケーオッケー、そういうことですね。オッケー、ギュズピーさんも来てくれましたね。よしよしよし。あ、今豚骨太郎さんが打ってますね。オッケー。あのね、基本僕のクラブでは僕が下手くそなんで、ミスっても何しやんねんとか言わないんで、ぜひともね、皆さん入会してくれたらと思います。まあでもね、視聴者さん優先にちょっとやっていこうかなと思ってますので。さあ行きましょう。3回目ですかね。さあ、ムーキーベッツかな、バッター。ここで打つよ。俺殺してくれ、もうほんま。いやいやいや、もうちょっと、まあチームは勝ってるけど。ああ、勝ちましたね、試合も勝ちましたね。よしよしよし、初勝利と。オッケー、おお、勝った。オッケーオッケー、よし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 。もう田中さん優しいな、もうみんな優しい、本当に。僕がなんぼミスっても全然文句言わないんですよ。はい、ということで早速クラブ戦の方やっていきましたけども、やっぱ楽しいですね。なんかこの、なんて言うんだろうな、試合しながらチームメイトと会話ができるといったところで、このね、みんなで勝利をつかむっていうやっぱ楽しさもあるので、クラブ戦どんどん続けていこうと思っております。で、今のところクラブ、僕らのチーム何人いたかな。はい、今のところ8人一応いますけど、最初にね、入れたこの8人の中には全く参加してくれない人もいるので、この方は申し訳ない。ね、もっと参加したいって言ってる方を優先にしてやっていこうかなと思ってますので、はい、なるべく視聴者の方、ね、一緒にね、楽しんでやってくれる方で、日程が合う方ですね、を中心にやっていけたらなと思ってますので、ちょっとね、この動画投稿した後からちょっと厳選していこうかなというふうに思ってますので、
はい、皆さんこぞってご応募の方よろしくお願いします。はい、じゃあ今回の動画はこちらで以上になりますので、次回の動画はですね、以前行ったイベントのですね、あの1戦目の方をちょっと発表したいと思いますので、あの結構コメントがたくさん来てて、ちょっと今綿密にね、厳選してますので、はい、そこのとこご了承いただけたらというふうに思ってます。はい、ではご視聴ありがとうございました。